はい。じゃあ、それではですね、えー、ここからは、一斉テスト民事訴訟法の解説講義の方を進めていきます。えー、まずは、ね、えー、まあ一応試験時間80分ということで、ちょっと長丁場ではありましたけれども、えー、まあ受験された皆様お疲れ様でした。えー、ま,あまずはね、えー、ここのまあ今日一斉テストの中でまあ民法と処方と同様にですね、えー、まあ入門の終了レベルの知識動がしっかり、ね、抑えられているかどうかということを、まあ、担当式、それからまあ簡易的な記述式という形で確認をしているということになります。でまあ、今日の解説にあたってもですね、まずは担当 東亜市である50問については、まあ、これまでの科目と同様に、えー、まあ、予備試験の問題の中から。 えま、正答率の高い問題であったりとか。まあとはま入門段階で特に論文式で問われるのと共通性が高い問題というのを挙げてますので、えま抜けてる。まあ、マルが当たるってのはもちろんなんだけれどもえ、その根拠みたいなものも含めてしっかりと抑えられているかどうかもチェックしていただければと思います。で、あとは合わせて簡易記述式も同様にえま論文式対策としてま重要なところ、特にま論文の中でここの部分は書かなければならないというような定義であったりとか、規範えま、そういったものを理由付けとともに聞くということになりますので。 まあ論文のパーツになるような部分ということになるので、まあ、ここのところが抜けちゃうと、やっぱり論文の、えー、まあ精度みたいなもの下がってきちゃうので、えー、少し曖昧なところがあったり、もしくは、ね、場合によっては抜けているところがあれば、そこはしっかりと、えー、確保していただきたいところということになります。でまあ、目標とととしてはです、ねえー、まあこれまでの民法法や商法と同様に、えー、まあ入門段階が終わった方という ところで言うと、大体全体的に6割から7割の得点、えー。で、まあ来年合格目標という形で、まあロースクール予備試験に向かわれている方は、えーまあ、まあ予備試験とかで行くと大8割から9割の得点はやっぱり確保したいところですで。特に担当はまだね、担当対策やってないところではあるけれども、まあ丸抜を当てるというところで言うと、まあ問題としてしっかりと えま、正答率としてはやっぱりもうほぼ完璧にしたいという問題を合わせてますので、えー、まずはその部分について1個ずつ今日のところを確認していきます。で、まず最初第1問ということで担当が50問ありましたので、まあ、一気にえまあポイントとなる点をね、えー、見ていくことにいたします。じゃ、それでは早速見ていきます。まあ、丸かばつかっていうところも確認しますが、まあ、要はここっていうところねを確認していきます。まあ、1番え遺、ー、言で遺言執行者が定められている場合に、えー、既に完了している。異常による依存による登記について、えー、相続人が原告となって。まあ所 登記手続きを求める訴えを提起するときは、えー、従事者でなく遺言執行者を被告としなければならないで、問題の所在はこれ被告的格の問題ですま遺、あ、言執行者に比較的確があるかを聞いているわけですがまあ、基本的にはまあ確認しておきたいのは遺言執行者というのはまあ法廷訴訟担当とされていますので いわゆる遺贈の執行に関してはです、ね、原告被告たる的確を持つことになります。ですので、もしこれが遺言執行者に対する訴えとして、遺言執行者が被告的確を持つのは、あくまでも遺言の執行ですよね、に関する事項ということになります。そうすると、この一番の問題というのは、すでに完了している遺贈による登記について、その登記の抹消手続きを求めるということになりますから、すでに遺贈が終わっています。 ですから、遺贈の履行とはまあ無関係のことになっているわけですよね。で特に今回、えー、もうちょっと踏み込んでいくと、遺、ま、贈、あ、が完了しているということに加えて、えー、相続人が原告となって起こしているのは、登記抹消手続きに関する訴えということになりますから、これ、所有権に基づく妨害排除ですよね。えー、ですから、例えば遺贈の履行を求めるような、まあ、いわゆる遺贈の履行請求というものとは全く性質が違います。遺、ま、贈、あ、がもうすでに終わっているということを前提としてますし、あとは、えー、これ自体は、 えー、所有権に基づく、えー、妨害排除請求を訴訟物とするものですということは、まあ、言ってみれば遺贈の履行とは無関係なわけですよね遺贈の履行とは えー、無関係ということになりますから、遺、ま、言、あ、執行者が被告的核を持つということは、まあ、この問題ではないということになります。したがって一番罰という形ですね 1>, はい、というで1番は、まあ、とりあえず×ということで結論出るかな。じゃあ2問目、成、えー、年非公権人は日用品に対する訴えを法定代理に入らずに提起することができる。えー、これは民法では、えー、この成年非公権人は日用品に関することは単独ですることができると民法の実態法ではされてますけれども、えー、訴訟に関しては、えー、絶対的に訴訟無能力です。成、えー、年非公権人と未成年者に関しては、あまあ、まあ未成年者の場合には例外があります。未成年者の場合には、えー、単独で法律行為をすることができるような場合、例えば 許された営業に関する行為とか、ね許された営業に関する行為とか、一定程度、えー、未成年者の場合には、訴訟能力が例外的に認められるという場合がありますが、成、えー、年非後見人は、えー、訴訟能力を欠いていますので、これ31条。 で、えー、規定さされてていいいますあの民法の知識と混同ししないようにしてください、えー、あの確かに未成年者は繰り返しになりますけれども、えー、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は31条正し書きで未成年者の場合はこのように訴訟能力を持つ余地は残されていますが、えー、成年非公権についてはそのような規定はありませんので、えー、日用品に関することでもダメですよと、まあ、この意味ではいわゆる訴訟行為に関してはやっぱり 生年比後継人保護っていうのが、ね、やっぱり強く要請されているっていう点を、ね、意識するといいかと思います。ででは次です3番 えー、当事者が訴訟能力を書くことを理由として訴えが却下されました。えー、当該掃除者は上訴をすることができます、えー。これは上訴をすることを認めないと、争う機会が一切ないですよね。あなた、訴訟能力ないです、訴え却下って言われて、でそれで上訴をしても、はい、ダメですっていうことになると、訴訟能力がないと判断されたことに対して、えー、争う機会が全く与えられてないので、上訴自体は適法にできるというのがね、判例通説の見解ということになりますので、3番は丸です。はい。では、それでは次です。 4番、法廷代理人が死亡した場合でも、訴訟代理人が死亡した場合でも、訴訟手続きは中断するとありますが、訴訟手続きの中断については、124条に規定があります。124条1項で、確かに、法廷代理人の死亡については規定があります。法廷代理人が死亡した場合は、訴訟手続き中断しますが、訴訟代理人の死亡というのは、訴訟手続きの中断自由には述べられていません。したがって、この訴訟代理人が死亡した場合、 であってもの部分ですね、えー、この部分については、訴訟手続きの中断自由には挙げられていません。まあ、言ってみればね、えーまあ、例えば訴訟代理人が死亡したということは、例えば訴訟を依頼している場合に、えー、弁護士が亡くなっちゃったという場合ですよね、訴訟代理人の弁護士が死亡したとしても、それは訴訟手続きは中断することはありませんあくまでも中断自由については124条1項の列挙自由を見ればいいということになりますから、えー、法廷代理人の死亡は入りますけれども、訴訟代理人は入らない。では次です。 はい、えー。複数の訴訟代理人に訴訟委任をした当事者がいるとします。要は弁護団ですよね。要はね、イメージとしては。えーまあ、複数の訴訟代理人に訴訟委任をした当事者が、まあ、このように各訴訟代理人が単独で訴訟行為はできませんという定めをしたとします。えーまあ、いわゆる弁護団のような形で複数の弁護士に依頼した。この時に、えー、各訴訟代理人との間で、あなた方はね、単独では 代理人としての訴訟行為できませんよという。そういう契約をした場合、えー、この単独でした。行為は無効となるとありますが、これは絶対に外せない問題で、このような定めは効力生じません。五十六条に規定があります。えー、あくまでも、複数の代理人がついている。ときには、それぞれが各、えー、単独で訴訟行為を行うことができます。これは、民事訴訟法の五十六条を確認してみてください。えー、民事訴訟法の五十六条の。 1項で各当事者が各自あ、ごめんなさい、各訴訟代理人がね、56条1項で、訴訟代理人複数いるときは、その各,各訴訟代理人が各自で当事者を代理します。で、2項で、この異なる定めは無効だってことになりますから、そもそもこのような定めはできないんですよ。ここに書かれているような、この各訴訟代理人が単独で訴訟行為をすることができないという定め自体が無効ということになりますから、まあ、5番は×ということで、56条の。 1>, まあ1項と2項ということになりますが、特に2項がポイントになります。では次に6番。はい、訴えの取り下げは、えー、被告に訴状が送達された後は、被告の同意を得なければすることはできない、えー。これは間違えた人、論文対策でしっかり勉強してね、被告が応訴した後ですからね、えー、訴状が送達された後ではなくて、えー、261条2項で、応訴後です、えー。被告が例えば、えーまあ、準備書面、答弁書ですね、通常はね、被告が、えー 言ってみれば口頭弁論期日において答弁書を提出した後といったように、えーまあ、言ってみれば261条2項にあるように被告が応訴した後に、えー、この 規定が入ってくることになりますこれはどうしてかというと、被告が応訴することによって、被告の側に規格判決を得る利益が具体的に生じるわけですよね。えー、つまり、規格判決を求める意思というものが、具体的に明示された時点というのが、応訴の時点ということになりますから、応訴していない限りにおいては別に、被告の同意なく取り下げることができます。はい、7番。えー、所有権確認訴訟では、原告の主張する所有権の範囲より、原告に不利なを、あ、原告に有利な、 えー、判決の内容は出せません。えー、これはあの処分権主義ですね。246条から、えー、導けます。じゃあ、えー、警戒確定訴訟はどうか。これは形式的形成訴訟ですよね。えー、形式的形成訴訟といって、一応は形成訴訟の形は取ってるけれども、実質的に非証、まあ、事件、まあ、朝廷と同じようなものになるやつです。えー、つまりけ、境界線決めてくれって訴訟なんですよね。だから、警戒確定訴訟とか、あと典型的なのは、父を定める訴えとか、 まあ,あとは。 えー、共有物の分割訴訟とか、まあ、そういう風うな形でいわゆる勝訴するための要件みたいのが決まってなくて、実質的にその裁判所が強目的的に判決を出すことが義務付けられるものが形式的形成訴訟です。そうすると形式的形成訴訟ってのはもう民事訴訟のルールがことごとく使われないんですよね。えー、まあ、この問題のように処分権主義の適用はないですから、えー、実際例えば訴えたんだけれども、えー、原告の主張する警戒よりも有利になることは普通にあり得るし、えー、あと他にも、えー、弁論主義の適用 なかったり、えー、あとは、えー、控訴した場合の不利益変更や利益変更禁止の原則といったものも適用されないといったように、えー、実質的にはこの、えー、警戒確定訴訟をはじめとする形式的形成訴訟は実質的に非正事件となりますから裁判所が棄却判決を出すことができず合目的的に裁判所が裁量に基づいて判決を出すことが必要になりますだからその中でこのような処分権主義の、えー、規律みたいなものを適用されなくなってくるというところは確認してみましょう では次に8番、えー。物の引き渡しが執行となる場合に備えての代償請求。えー、つまり、例えば、えー、執行不能になった場合には、えー、代わりにお金を払ってくださいという、こういう請求があったとします。えー、この場合、えー、将来の給付として、えー、利益が認められるということで、こちらは丸になります。えーまあ、これはあの、要するに将来執行不能だった場合には、払ってくださいといお金をね。つまり、通常はこれは引き渡し請求と単純併合という形で行いますね。えー、例えば車、車を引き渡せ。車を引き渡せ。 もし車の引き渡しが執行不能だったら代わりに金をよこせってやつですで。これは要するに車の引き渡しを求める現在給付の訴えと単純併合する形で。えー 車の引き渡しを現在給付として求めてで将来執行不能だった場合にはその給付に変えてお金を引き渡してくださいということを、えー、行うというのはこれは将来給付の訴えの一つの例ということになりますね、えー、ちなみにさっき言った通りもともとの引き渡し請求が現在給付の訴えでこれと単純併合の関係として、えー、訴訟提起されることが多いというのも合わせて確認すべきとということで,すでは9番、はい、遺言者が、はいえー、もう生存中ですよね。 生存中は遺言の効力発生していませんから訴えの利益は認められません。これは遺言者死亡後だったら訴えの利益は認められるよね。遺言者死亡後の遺言無効確認というのは確認の上確認の訴えの利益認められるけれども、生存中においては一切認められないというのが判例です。で、これはちょっと余談です。余談といっても重要なんだけどあの、判例で重要なのがこれが、例えば生きている人が重度のアルツハイマーや認知症で、もういわゆる、いまゆ、あ、る、いわゆる、いわ 遺言,言の撤回とかそういうことをすることがおよそありえないような状況であったとしても変わらないです、えー、つまりまあ重度の認知症であったりとかまあ精神的な疾患を持っているとかでまあ生存はしてるけれども遺言の撤回とかそういったことをすることがおよそありえないようなまあ状況であったとしても遺言者が生存している限りはまあやっぱり遺言の効力発生していませんから権利法律関係にやっぱり当たらないんですよね。 えー、あくまでも事実上の期待みたいなものにとどまりますから、えー、このような場合、訴えの利益は認められないということになります。では次、10番 <laughs>、はい、共同相続人間である財産が、えー、非相続人の遺産かどうかに争いがある場合、まあ、いわゆる遺産確認の訴えですね、で遺産確認の訴えについては、はいえー、これは訴えの利益が認められますよね、まあ、遺産確認の訴えについては、えー、特に確認の訴えの利益については、えー、念のため確認します。えー いわゆる対象選択の適否としては、これ、過去の確認になるんじゃないかという問題もあるけれども、これは現在の確認の訴えとして、選択、対象選択というのは認められますよね。あくまでもこれは、遺産確認の訴えというのは、現在の共有関係を確認する訴訟だと、現在の共有関係に引き直すことができるから、対象選択の適否としても認められるし、あとはこれ、記述式でも書いたんだけど、手段選択の適否も問題になるんですよね。 ちなみにどうしてかって言ったら、こういうふうに遺産かどうかに争いがあるんだったら、もっと直接的な共有持ち分確認の訴えを提起すればいいじゃないかと、つまり共有持ち分確認をやればいいんだから、遺産確認みたいな、上んな方法よりももっといい方法があるから、手段選択が否定されるんじゃないかっていうことも問題になるけれども、ただ、遺産確認の訴えは、主文で遺産であるって言ってくれるんで、遺産であることに規範力が生じるんですよ。 でそれに対して共有持ち分確認の訴えでは共有であるということしか確認されません。あくまでも遺産であることは理由中の判断になっちゃいますから、えー、共有持ち分確認の訴えでは遺産であることには理由中の判断ゆえに批判力が生じないから後の紛争解決にならないんですよ。だから遺産確認の訴えということで遺産であることを訴訟物として、えー、こう主文に載っけることがやっぱり紛争解決の実績があるとして訴えの利益を認めているということになります。 はい、じゃあ11番。十、え、一、ー、番についてはいわゆる債権代訴訟です、えー。X が Z に対する貸金、えー、代金債権、バイビアだね。ス、えー、がトに対する売買代金債権を非保全債権として、えーえー、その Z の Y に対する貸金債権を代行しして、えー、Y に対して貸金返還請求訴訟を提起した。この時に、これ、非保全債権がないんだね、えー。X の Z に対する売買代金債権が存在しないことが明らかとなったということは、非保全債権がないということです。 ということは、債権代訴訟っていうのは、どうしてできるかっていうと、原告適格を基礎づけるのは、非保全債権があるからですよね。えー、つまり、債権代訴訟において、大債権者が原告になる。 まあ、いわゆる法廷訴訟担当ですよね。え法廷訴訟担当として、大債権者が原告適格を持つ理由は、非保全債権が存在することということになりますから、非保全債権がないということであれば、そもそもそいつ原告になれないでしょってことになりますので、え原告適格を書くものとして却下されるというのは、こちらは丸ということになります。でこちら、予備試験の過去問でも、ね、複数回出題されているところですので、まあ、論文対策としてもしっかりと、えー、見ておきましょう。 ででは次です。12番、もうこれ結論のとお留置権の公弁が認められた場合には、引き換え給付判決です。これは民法でも出てくるところですあの。ちなみに同時履行の公弁でも同じです、同時履行の公弁も留置権の公弁も、えー、これらは引き換え給付判決ということになりますで。あとは民事訴訟法特有の問題でちょっと確認すると、この留置権の公弁のようなものは、一般的に権利公弁と言われてますから、えー、この留置権の公弁を権利主張しない限りは、えー、弁論主義の観点からは、この留置権の主張を認めることはできない。 というのがありましたね、えー、この留置権の公弁などは、まあ、典型的な、えー、いわゆる権利公弁と呼ばれるものですから、えー、留置権の行使、言い換えれば相手方から給付があるまでは引き渡せないよという権利主張がない限りは、えー、裁判所はこの留置権の公弁を認めることはできませんので、まあ、ついでに弁論主義の観点からももう一度、えー、この、ね、留置権の公弁は権利公弁といって、権利主張ないと裁判所認められないという性質があるよということも確認していきましょう。では次、13番。 えー、裁判所は特定の金銭債権の一部、つまりいわゆる一部請求訴訟ね、で一部請求訴訟で、総裁の抗弁に理由があると認める場合には、まあ、この時には請求額から自動債権額を差し引いた残存額の限度で請求を任用する判決をしなければならない、これは間違えた人、要注意、えー、総裁の抗弁のみならず、えー、これはあの過失総裁とかも同じです、いわゆる一部請求訴訟、まあ、今回はまあ明示的一部請求であることを前提しますけど、外側説取りますから、 あのまあ、端的に言ってしまうと、まあ、過失総裁もそうですけれども、まあ、いわゆる明治的一部請求というのはこういうふうな形で、この明治的な一部請求でこれを訴訟物として設定していると、でそうするとこの訴訟物に当たる部分が、まあ、いわゆる明治的一部額だけれども、基本的に引くのはここから引きますからね。えー、外側説の立場が判例ですから、そうするとこれは過失総裁であるっても同じです。 総裁の神戸を認める場合でも過失総裁を認める場合でもその明示的一部請求の全額からです、えー、債権全額から自動債権を引いたものが、えー、これになりますから、まあ、忘れてる方は外側説あったなという感じにしておきましょうでは14番、えー、不法行為による人身による損害賠償請求で慰謝料100万、給損な30 300万 の休業損害300万ということで、精神的損害と財産的損害が100万、300万で支払いを求めた。で、裁判所は慰謝料150、休業損害200万でできるか。えー、問題となるのは、ここだよね。処分権主義の観点からすると、慰謝料が100万しか請求してないのに、150万認定していいか、任用していいかって問題です。で、これは、あの、判例の立場が明確で、えー、不法行為、同一の不法行為については、財産的損害と精神的損害はまとめて一つの訴訟物になります。 ですから、このように、慰謝料と休業損害というふうに分けて記目を計算しても、同じ不法行為であるならば、この全体として1個の訴訟物になります。ということは、訴訟物は400万と考えられる。訴訟物は400万です。で、あとは、ここにあるとおり、150万、200万円の支払いということですから、そうすると結局、任用額は、 350万ということになりますので、えー、そうすると、まあ、訴訟物が400万円に対して、えー、任用350万ですから、えー、確かに慰謝料の比目というのは、100万、150万という形で、えー、オーバーしていますけれども、えー、別に訴訟物は別々ではないんですよね。これ、予備試験の論文でも1回問われています。えー、このように、慰謝料が超えてたとしても、別に訴訟物は別々ではなくて、全体として1個の訴訟物と、まあ、いうことになります。まあ、これはね 解説も確認してくださいね。全体として1個の訴訟物になるというのが判例ですのでそうすると結論としては一部任用判決として問題なくできることになります。はい、15番。 予備的請求あ、予備的併合、えー、選択的併合を弁論分離することはできません。えー、性質上弁論,じ弁論を分離してしまうと、両方とも認められるって可能性が出てきます。いいですね。まあ、予備的併合も選択的併合も、基本的に両方とも認められるみたいな、そういうことはありえないわけですよね。ということは、この請求相互の性質上を分離してしまうと両方認められちゃうとか、そういう不都合が生じますから、えー、弁論の分離、えー、というのは認められないということになります。<laughs> で、次にえ16番。 あでちなみにこれ、弁論の分離もできないし、一部判決もできないからね、性質上ね。あの独立して一部を控訴されちゃうとまずいので。えー、ですので、一部判決もできません。で、16番、えー、判例によれば、えー、控訴審における訴えの変更に対して相手方が意義なく控訴した場合には、えー、請求の基礎に、 え、変更がある場合でも、えー、当該、えー、訴えの変更が許されるというのが、まあ、16番という問題ですが、はい。まず、これは結論としては、丸です。えっ、ー、と、これは、知ってればいいよっていう感じになりますかね。えー、控訴審で訴えの変更だけど、要は、相手方が異議なく応訴してますから、これは、記述式でもやりましたよね。えー、訴えの変更っていうのは、当然、請求の基礎の同一性っていうのが要件になるんですよね。えー、これは民事訴訟法の145条ですよね。えー、訴えの変、ごめんなさい。訴えの変更っていうのは、 ごめんなさい、143条ね、さっき145って言っちゃいましたが、まあ、一応、まあ、143条で、えー、請求の基礎の同一性が必要になるんだけれども、ただ、えー、この請求の基礎の同一性っていうのは、相手方保護の要件ですから、えー、その請求の変更の相手方が、まあ、同意した場合や、意義なく応訴した場合とかね、まあ、そういう場合には、相手方保護の要件である以上は、請求の基礎の同一性がなくても相手方がいいっていえば OK。 そういうふうに考えられていますから、この訴えの変更は認められるということになります。はい、ということで、一応143条の請求の基礎の同一性についての問題だったということですね。まあ、要するに、相手がいいよって言った場合には、この請求の基礎の同一性の要件はいりませんという、ねえー、ことになります。で一応、これでおしまいというところではあるんですが、ただ、念のためちょっと確認すると、これ、控訴審なんですよね、えー。控訴審ということに。 まあなってきますけれども、ただ控訴審だったとしても、これは297条で全部巡用されますから、一応控訴審ということがあるから、果たして控訴審における訴えの変更ってそもそもあるのかみたいな話だけど、これは297条、29ごめんなさい。 えー、控訴審に訴訟手続きについては、えー、第1章から第7章までが丸ごと、えー、控訴審に準用されますから、第1子でできることは控訴審で特別な規定がなければできますので、えー、今回143条の訴えの変更もできるということも一言,言けばいい。<laughs> じゃあ17番、はいえー、X の Y に対する貸し金300万円の債務不存在で、債務不存在確認訴訟をやっている間に、貸し金返還別荘を提起することは二重起訴に引っかかりますよね。えー、これはもちろん、XYYX って当社は同じですから。 一応、解説だけしておくとあの、いわゆる二重起訴の禁止というのは、同一事件がダメで、当事者が同一である場合、かつ審判対象が同一の場合でしょ、そうすると、これっていうのは、当事者は X から Y、Y から X って入れ替わっても同じだし、あとは、えー、実質的に見れば、これ、訴訟物は違うんだけれども、あの言ってみれば、訴訟物とある権利関係は同じですよね。 いわゆるこの貸金300万円の不存在を求める訴訟と、貸金債権の給付を求めるということになりますから、あの訴訟物を構成する権利関係が同じということになりますから、やはりこれは二重基礎に引っかかってくるということになります。 はい、18番、えー、X の Y に対する売買代金支払い請求訴訟である A 訴訟と、えー、Y の X に対する貸金返還請求訴訟である B 訴訟が継続中に、まあ、とりあえず訳わ,わ,わかんなくならない方うに、えー、18番、簡単に書いておくと X が Y に対してアルファ請求していてでそして、えー、Y が X に対してベータ請求しているという、まあ、こういう状況ですよね。 ベストとししててそれぞれぞます X の Y に対する貸金あ売買代金と Y の X に対する貸金返還がそれぞれ継続している間に A 訴訟の被告 Y が A 訴訟においてここでこう総裁の答弁出せますかって問題ですよね。えー、総裁の答弁出せますかって問題ですけれどもこれは矛盾判決の危険性がありますよね。 えー、総裁の抗弁の判断は114条2項で規範力生じます、えー。ですから、例えばこの第一訴訟というか A 訴訟っていうんですかね、えー、この上の X の Y に対する訴訟の中で、Y が総裁の抗弁出せば、その総裁の抗弁に対する判断は114条2項で規範力生じます。で、一方で、この Y の X に対する B 訴訟でも、このベータ債権について、えー、Y の X に対するベータ債権については、えー、これ114条1項で訴訟物の判断ですから、 規範力生じますそうすると、ここの総裁の答弁の部分と、えー、この訴訟物に関する部分、それぞれ、えーまあ、こっちの青い方は114条2項、えー、こちらの方は114条1項で、規範力生じちゃいますから、矛盾する規範が生じるので、判例は142条類推適用ですね、えー。これは二重基礎ではなくてね、総裁の答弁は攻撃防御方法だから、基礎ではないんだけど、まあ、ただ、無重判決が生じるとか、あとは、えー、訴訟不経済の防止、被告の大訴の反。 まあそういった二重基礎の趣旨に鑑みれば、まあ、矛盾判決の防止、被告の大祖の反の防止、訴訟不経済の防止っていう点を踏まえれば、やっぱり142条類推によって、えー、この総裁のあ、ごめんなさい、総裁の答弁をすることは許されないということになりますよね。だから許されないなんで、丸ということになります。で、そうすると17番も丸ですね。<laughs> 許されないんで丸です。ごめんなさい、許されないからばって書いてませせんんでででした。はい、17番丸ってこといこす。すみませんでした。 一応、16番からずっと確認しておくと、17番からですかね、17番はこれは二重基礎の禁止に引っかかります、これ142条ね、142条に抵触することになりますから、まあ、訴訟物たる経理関係は同じで当事者同一だから、17番は二重基礎の禁止に引っかかりますと、で18番も二重基礎の禁止の類推適用に引っかかるので、ダメということです。だからまあ許されないということですから、正語で言うと、17、18ともに丸ということになります。<laughs> ちょっとさっきばって書いたんでね、ここはまるです、答えはね。では19番、はい、X の Y に対する土地の所有権に基づく土地所有権、えー、移転登記、土地所有権の所有権移転登記手続き請求訴訟の継続中に、Y が X に対し、えー、土地所有権の確認を求める別荘を提起することは、えー、許されない、えー、ということですが、えー、とこちらはですね、あの結論としては、 あの学説では許される、許されない分かれるところではありますが、判例の立場を聞いてますで。これはどうしても担当プロパーになっちゃいますけれども、判例は許されるとしてます。どうしてかっていうと、訴訟物たる権利関係の同一性がないとされます。まあ、言ってみれば、えー、前訴の訴訟物は、えー、いわゆる所有権に基づく所有権移転登記手続き請求訴訟、つまり、訴訟物は、えー、所有権移転請求なんですよ。 所有権移転登記請求なんですよでそれに対して別訴している訴訟物は所有権確認でしょ。とすると、訴訟物の同一性、訴訟物たる権利関係の同一性が否定されるので、同一の事件ではないとして別訴提起は可能であると、まあ、いうのが判例の立場です。<laughs> なので、えー、一応、判例の立場を聞いてますから、答えは×ですが、ただ論文においては、これは認められないって見解は非常に有力です、えー。二重起訴の禁止の趣旨としては、いわゆる矛盾判決の防止だけではなくて、訴訟不経罪の防止であったりとか、あとは被告の応訴の判みたいなものも、えー、二重起訴の趣旨に入りますよね。で、そうすると、これっていうのは確かに規範力のベースでは矛盾は生じないんだけれども、まあ、事実上の矛盾判決が起こりうる場合ですよね。 えー、要するに規範力自体の矛盾定職は繰り返すけれども、訴訟物が、この2つを見たときにね、この別荘を見たときに、訴訟物そのものについては、えー、矛盾関係が生じるものではないとはされてますが、ただ、事実上の矛盾関係が生じたり、訴訟不経罪、大祖の反、そういったものが避けられないことから、やっぱりこれは、二重基礎の禁止に当たるんじゃないかっていうのが、まあ、 一応有力な見解でそ、その見解でどんな見解だったかっていうと、審判対象の同一性を、訴訟物の同一性や、訴訟物ある権利関係の同一性に加えて、主要争点共通まで広げるって見解だよね。その二重基礎の禁止の事件の同一性を、主要争点が同一ところまで広げるっていう見解に立つと、これは、えー、主要争点共通だからダメだよね。つまり、X の所有権、えー、X の所有権があるかどうかみたいなね、えー、そういうところが争点になるから、 これやっぱり同一なんだっていうふうにするというのは論文ではあり得ると思うんですがまあ担当特有の問題でこれは許されるってことになってきます。では次です20番20番知識問題です。訴、えー、訴訟訟委任に基づく訴訟代理人は 特別の委任を受けることなく、反、え、訴、ー、を提起することができるとありますが、えー、これ回、解答例というか、解説冊子だと丸って書いてあるんですが、結論としてはこれ×です。ごめんなさい、これ、誤植が一定ありますので、そこは、解説冊子の方ですね、えー、解説冊子の方、解説文は合ってるんですが、えー、解説文は合ってるんですが、えー、とこちらですね、えー、解説冊子、まあ、これ、20番は結論としては×になります。 の、えー、の定義については特別の委任必要です、えー、条文ちょっと見ておくと、55条を見てください、えー、55条の2項ですかね、えー、55条2項で特別受験事項を並んでますが、えー、55条の2項1号で、反訴の定期については特別受験が必要ですと、まあ、されていますので、まあ、今回の問題はちょっと戻りますけれども、えーまあ、20番は。 ということになります。えー、五十五条の二項一号で、えー、特別受験事項になってます。はい、では二十一番いきます <laughs>、えー。所有権に基づく建物明け渡し請求訴訟をやってます。で、原告は被告に対し、その建物をただで使わせていたとの事実を原告が陳述した。で、これは本来は。 被告が述べる占有権限の公弁ですよね。いいね。つまり本来だったらこのように、えー、建物明け渡し請求訴訟があったときに、えー、建物をタダで使わせていたんだっていう、いわゆる使用貸借に関する事実は、被告の側の公弁事実として位置づけられます。で、でもにもかかわらず、それを原告が言っちゃってるということですから、 そうすると、まずこの占有権限の抗弁を基礎づける事実っていうのは、被告の抗弁事実として位置づけられます。所有権に基づく明け渡し請求に対して、被告から占有権限があるんだっていう抗弁として出てくるから、主要事実に当たります。したがって、弁論主義の適用対象になってきますよね。でただ、今回は原告の側が陳述をしているということですよね。で、この時に、じゃあ、えー、被告がその援用をしない時でも、 裁判所はその使用貸借契約が成立したことを判決の基礎とすることができるかってことです。で、今回は判決の基礎とすることができるかってことを聞いているので、これは要するに、えー、と弁論主義の第一程度の問題です。ということは弁論主義第一程度の問題ってことになりますから、そうすると、これって要するに主張,主張共通でしょ <laughs> どっちかから出てくらいいんですよ。 えー、当事者間の主張共通の原則が認められますから、えー、判決の基礎とすることは可能です。えー、一応、ここで被告が援用しないときであってもっていうことですね、遠用しないときであってもっていうのは、これはもちろん当事者間の主張共通の原則が認められる結果として、えー、別に当事者の遠用がなくともやって構いません。えー、つまり、原告被告どちらかが占有権限の答弁を基礎づける事実が現れれば、判決の基礎とすることは可能になります。 ただこれ21番は少し応用的というかね、あのちゃんとした知識確認をするけれども、もしこれが仮に判決の基礎としなければならないと問題になったら、それは自白の問題ですよね。あのこれ、実はここが大きなポイントで、判決の基礎とすることができるって聞いてるから、弁論主義第一定の問題なんですよで。もし仮にこれが判決の基礎としなければならないと書いてあった場合には、え自白の効力として当事者が及ぶか。 とい,う話いわゆる先行自白の問題なんですよで先行自白の場合は、これ、知識確認で援用が必要だからね。ですから、この問題、実はそこの部分まで拾いきれてたかが実はポイントで、えー、一応口頭になりますけれども、仮に判決の基礎としなければならないという問題であれば、それは言ってみれば、えー、この原告が陳述した使用貸借の事実について、自白の効力が生じて、えー、自白が成立すれば、判決の基礎と裁判所はしなきゃいけなくなるわけです。 でそのような効力が認められるかって話を聞いているのであれば、要するに原告の側がうっかり先行自白しちゃったって話でしょで、この時先行自白というのは、一応先行自白というのはできるんだけど、被告が援用した場合に自白の効力が生じるというのが、えー、その先行自白の考え方ですから、その場合には、援用してない場合には、先行自白が成立しませんから、これ、判決の基礎としなければならないになると罰になります。 まあ結構だから奥深い問題として実はあの出題したものということになります。いいですね。じゃあ、それでは22番。あ、だこれ丸ね。はねはいえー、では22番いきましょう、えー。不法行為に基づく損害賠償請求訴訟で、はいえー、被告が原告に損害の発生に関する過失があることの根拠となる事実を主張した場合には、過失総裁を主張していないときでも結果を判決の起訴することができる。はいえー、まず、これ結論は丸になります。 えまずこの過失総裁というのは、もちろんこれは相手方の公弁事実として現れるものですよね。えー、言ってみれば不法行為の請求に対してあっちにもあんたにも過失があったんだから減額求っというのは請求権の消滅を基礎づけるものですから、えー、これは公弁事実として位置づけられます。そううすると過失相殺の過失失ののいいは主要事実じゃないんだよね 過失を基礎ける具体的事実が主要事実実がになりますでこれはいわゆる規範的要件と呼ばれるものなので、そうすると、具体的に過失という言葉が使用事実にはなってなくて、この過失を基礎づける具体的事実が使用事実ですから、被告がこのような過失があることの基調となる事実を主張した場合は、これは一応、使用事実は出てきていると思うとです。 とということは弁論主義、まあ、さっきも出てきましたが、えー、判決の基礎とすることができるという質問は、弁論主義第一定での問題ですから、えーまあ、基礎としても良いということになります。であ,とはあとは判例知識確認すると、過失捜査の場合には、過失捜査するという主張はいりません。いいね、なぜかというと、過失捜査するかどうかは、民法の条文上、裁判所が職責で行うものとされています。 えまあ条文上もえ一応根拠ね、別に被告が過失総裁の主張をしなくてもいいよということについては、民法の7 2十ええと3条だよね、7七百違いました、二2 2条の2項ですよね、722条2項で、過失総裁については、この不法行為においては722条2項で、裁判所はえ損害賠償額を定めることはできるとされていますから、これは別に OK なんですよね。 まあ、なぜならば、えー、民法772条2項を見ると、えー、裁判所はって書いてありますから、えー、当事者が主張していなくてもすることができます。で、これはまあ、これもね、あのしっかりと復習のためにやるけれども、あの通常の経政権としての総裁は意思表示いるからね。 えー、例えば反対債権で総裁しますとかね、売買と貸金を総裁しますといったような、えー、通常の総裁の公弁っていうのは、もちろんこれは形成権ってことになりますから、えー、権利行使の意思表示というのは必要になりますけれども、えー、過失総裁はちょっと特殊なんですよね、えー。当事者の意思表示がなくても、当事者の意思表示がなくても、裁判所が、えー、過失総裁することができますので、えー、このように被告による主張はいらないけれども、少なくとも過失を基礎づける具体的事実については、弁論主義の第一提訴からは必要になるっていうことで、ね。 だから結論からすると、過失相殺するっていう主張はいらないけれども、過失を基礎づける具体的事実は法廷内に検出されてなきゃいけないっていうのはね、過失総裁の弁論主義の規律でした。では次、23番、被告が最初にすべき、まあ、1回目だね、第1回口頭弁論規律、被告がばっくれました。原告が出頭してれば、とりあえず陳述規制されます。じゃ逆に原告がばっくれた場合には陳述規制されない。なんなことないですよ。あの当事者の片方が来なかったら っていう話になってます。えー、条文でも、えー、こちらは、えー、158条ですよね。えー、158条の規定を見れば、まあ、原告だろうが、被告だろうが、どちらかが出頭しなかった場合、もう片方が出頭していれば、えー、犠牲陳述されますから、えー、この公談は間違いということです。で、次です。24番。こちらは担当ではもう何回も出る問題なので、確認しておいてください。えー、弁論準備手続きに付するときは、当事者の意見を聞くんです。同意が必要だってことはないです。だから当事者が、 同意を得なければならないのが間違いで、これは意見を聞くということになります。えー、168条。まあ、一応、意見を聞いてということになります。ということになりますので、同意はいりません。じゃあ次です。25番いきましょう。えー、25番、ちょっと折り返しです、えー。当事者間における特定のものを承認として申請しない旨の合意。まあ、いわゆるこれあの <laughs> 証拠制限契約ってやつね。この人は承認とすることはないですよっていう合意については、いわゆる証拠制限契約と呼ばれるもので、これ自体は一応適法に契約結ぶことができますから、証拠制限契約がなされた場合は、それは裁判所はその証拠制限契約の存在が出てくれば、裁判所はその証拠調べはしないってことになります。いいですね。なんで一応この証拠制限契約自体は有効なんで、 だけれども尋問が完了した後に、えー、その排除をするという合意をしてもその合意は裁判所を拘束しないこれは結論丸です、えー、尋問完了後ってことはこれは裁判所が審証形成済んじゃってます、えー、裁判所が審証形成済んじゃってるわけだから審証形成後にそのように その尋問結果を排除するってやったとしたら、これ、自由信証主義に反しますよね、247条に反する契約ってことになっちゃいますので、そのような契約を結ぶことはできません。一応、自由信証主義に関する条文も247条ですよね。ということになります。 では次に26番、はい、この問題、結構有効な問題、民法の知識が絡んでくる問題、結構間違えちゃう人も多かったかなって問題なんだけど、はい、26番、10年の取得事項、いわゆる短期取得事項で、訴えの請求原因に対して、相手方悪意っていう主張は抗弁か、結論はこ弁です。要は否認か抗弁かって問題なんですが、まずこの問題、定義確認しよう、否認と抗弁の一番大きな違い、何でしたっけ。 相手方の請求原因と両立するかどうかですよね。で、相手方と請求原因と両立しないのが否認。相手方の請求原因事実と両立するのが公弁でした。じゃあ、自己取得の場合、相手方の善意っていうのは、推定されるから請求原因に出てこないんですよ。これは民法の知識もう一回確認しとこうね、えー。いわゆる所有の意思、平穏公然、善意というものは、えー、民法上推定されますよね。ということは、自己取得を主張する側は、 原告は請求原因で善意ということは言いません。ということは、請求原因事実の中には、えー、その、占有開始時の善意というのは推定される以上、を現れてきません。したがって、被告の側があいつ占有開始時に悪意じゃねえかっていう、この主張っていうのは、請求原因事実と矛盾するものではないんですよ。両立するんです。なぜならば、請求原因事実で善意っていうのが出てこないから。もし仮にこれがね、請求原因事実が善意だってことが出れば、それは否認ですよ。 両立しないから。だけれども、繰り返すけれども、その自己取得においては善意って推定されるじゃない。ということは、その最初の請求原因事実の中で、被、え、告、ー、が、あ、ごめんなさい、請求原因事実の中で、原告の中原告の訴状に善意だってことは現れないんですよ。ということは、相手方の悪意って主張とは矛盾しないんです。したがって両立する主張で、これは公弁に当たるということになります。まあ、ここはしっかり、あの、確認しておきましょう。 ででは次す27番、弁論準備手続きで主張された事実は、あくまでもこれは弁論準備なんで、口頭弁論で行われたことではないので、必ず口頭弁論で陳述しなければなりませんわね。口頭弁論で陳述されることによって、初めて訴訟資料になります。これは173条でも現れています。あくまでも弁論準備手続きは口頭弁論外で行われていますから、口頭弁論に戻ってきたら、それまでの弁論準備で行ったことを口頭弁論で陳述することで、法廷に現れることになる。 次です、はいえー、28番、えー、こちら、両方当事者が欠席したときどうなるか、はいえー、まず両方ともバックれました、1ヶ月以内にどちらからも期日指定の申し立てがない、これは訴えの取り下げとされます、まあ、やる気ねえんだから終わりにしちゃおうって話ですよね、えー、263条、まあ、考えてみたらそうですよね、えー、両方とも当事者来ませんでで、来なかったらその日終わりますから、で終わったあと1ヶ月以内にどちらからもアクションがなければ、もうやる気ないでしょってことで、 えーまあ、訴えの取り下げが犠牲されます、えー、ちなみにこれ知識確認、もう1個ありましたよね。2回連続両方バックレってやつです。えー、原告、被告両方ともバックレて、で次の期,定期日を指定したんだけど、またバックレたみたいに、2連続両方来なかった場合も訴え取り下げになるからね。えーまあ、ここに書かれている28番の場合と、えー、当事者双方2連続欠席っていう場合が、訴え取り下げが犠牲される場合です。はい、次です判決の言い渡しは、えー はい、当事者いなくてもできる、はいえー、その通りこれは条2項にあります、まあ、これなんか私も入門講座の中でよく話すところだね、あの要は民事裁判の判決って、もう裁判官がね誰もいない法廷でねえなんか主文言って理由はねえ判決書きの通り、次から次へとね誰もいない法廷の中で読んでいくと、まあ、いうような形で行われて、これはまあ法律上の根拠は251条の2項とかです。 だからよく判決期日とか決まってんですよね。えー、各裁判官ごとに、例えばお昼休み一発目とか、えー、朝一発目とかで大体10分ぐらいで判決を何回も複数個判決言い渡して終わりってやっちゃうんです。で、これはちなみにあの、繰り返す251条にあるとおり、あの、判決書きっていうのはどうなるかっていうと、あれでしょあの、あの、正本作って当事者に送達されるから。 いいね、あの判決書きっていうのは、製本作って当事者に送達されるんで、その送達された判決書き見て、えー、内容を理解すればいいので、えー、内容を知ればいいので、民事訴訟においては、えー、この経緯指定もできると。でただこれ、刑事訴訟においては、この判決の宣告っていうのは当、当事者っていうか被告人必ず在定しなきゃいけませんからね。あのここはだから民事訴訟と刑事訴訟、違っているところです。では次、30番いきましょう、はい。成立の争いの私文書に本人の印象による陰影が置いてある。 そしてその陰影は本人の意思に基づいて検出されたものと事実上推定され、ひいては私文書が申請に成立されたものと推定される。これは間違えた人、本当に要注意、二段の推定そのものです、これはね。陰影があれば、私文書に陰影が現れていれば、その陰影によって、その人が応印したことが推定されるんですね。だって、印鑑の影があるってことは、その人が押したんでしょうと。で、その人が押したならば、220、確認ね。 228条4項において医にも、医師による応印があるということは、その文書全体がその人が作ったということが、法定証拠法則として推定されるっていうね、二段の推定の問題。じゃあ次です、31番、売買契約に基づく代金請求し代金売買代金支払い請求訴訟の口頭弁論で、原告は、はい、契約書を出しました。 これは被告が作ったんだって言いましたで、これに対して被告は、その売買契約は私が作りましたってことを認めました、はい、裁判上の自白が成立する、間違えた人、本当に要注意、補助事実でしょ、これは、主要事実じゃないからね、その契約書は私が作りましたっていうことは、これは別に証拠のいわゆる証拠価値の話ですから、補助事実に当たります。 えー、いわゆるあの、まあ、文書の申請というのはまさに、ね、その証拠に関するね、まあいいす、補助事実って何かというと証拠に関する証拠能力や証明力、えー、証拠能力や証明力に関する事実というものは補助事実ということになりますから、えー、文書の作成の者が誰なのかということです。まあ、今回のように、その売買契約書というものが誰が作ったかということについては、まさにその証拠に関する事実ですから、補助事実に当たります。 まあ一応補助事実の定義自体もその証拠の証拠能力や証明力にかかる事実ですから、えー、誰が作ったかってことは補助事実なので主要事実ではありませんので適用なしです。えー、これ要するに弁論主義が適用される範囲は主要事実だけだよってことを具体的に使えればいい。 32番、えー、請求の放棄認諾の書面を提出した当事者が口頭弁論期日に出頭しない、相手方のみ出頭したときは、裁判所は放棄認諾した陳述を見なすことができる、これは条文そのものになりますので、えー、しっかり確認しておいてください。えー、32、えー、これは丸です、えー、266条2項ということになりますで。ここはね、一言忘れてないかの確認ね請求の放棄認諾は原則として口頭で行います。 原則として放棄認諾は裁判所に対する意思表示なので、えー、口頭で行うんだけれども、例外がこのように書面出して休んだ時には相手方がいる限り陳述犠牲されるってやつね。いいですかね。で、これなんで私が今ね、えー、これ担,担当って意味でも重要だって言ったのは、請求の放棄認諾は繰り返します。裁判所に対する意思表示だから、本来は当事者が口頭で陳述することが求められるんです。それが原則。 ただし、例外的に書面出して欠席したって場合には、相手方が在刑することを条件に陳述犠牲してくれるっていう話です。で、これと間違いやすいのが、訴えの取り下げです。訴えの取り下げは原則書面なんです。訴えの取り下げは、えっ、ー、と、参考で原則書面になるんだけど、例外的に口頭弁論では口頭でできるっていう。だから原則例外逆なんですよ。えー、請求の放棄認諾は原則口頭での陳述。例外書面で陳述犠牲される場合がある。 で訴えの取り下げは原則書面。例外的に口頭弁論期日等では、えー、口頭でやってもよい。というね、えー、立て付けになってますので、その違いはちゃんと見ておいてください。ちなみにどうして訴えの取り下げは書面がいるのか訴え定起の反対だからです。訴え定起で書面いるんでしょで訴えの取り下げもその反対行為だから、えー、書面がいるとされているわけですよね。 た訴訟の部分は、そういうところ結構めんどくさいので、まあ、担当の勉強が始まるときにね、あ、こんなことやらされるのねっていうね、ところはちょっと入れとくとです。はい、33番。はい、成立した訴訟上の和解について、当事者の一方が作語取り消しで和解の効力を争うと。え和解の作語取り消しについては、はい、別訴提起しなければならない。そんなことはありません。えー、これは、えー、次のね、えー、記述でも載っけましたが、はいえー、と記述指定の申し立てではいいよね。えー、要するに、和解が無効なんでしょう。う まあまあ今回、取り消しか、和、え、解、ー、が錯誤で取り消されれば、訴訟が終わってないことになりますから。えー、つまり、和解っていうのは訴訟終了後があるわけだけど、錯誤取り消しを主張することによって、錯誤取り消して訴訟の終了を否定するわけだから、から訴訟が終わってないということで、えー、期日指定の申し立てもできるということになりますから、えーまあ、今回の問題としては、えー、期日指定の申し立てでも OK と,ということになります。では次、34番。 えっと、X が Y に対して100万円ですかね。100万、1000万だ、全然違った。ごめんなさい。X が Y に対して1000万円のうち100万円の支払いを求めた。で、1000万円の貸し付けはあったけど、940万は弁済されとして、60万のみ、えー、任用された。つまり、明治的一部請求ですよね。えー、明治的一部請求で一部任用判決が出たって場合です。で、この時は900万の支払いを求めることはできません。で、これはもう判例上、めちゃくちゃ重要なやつね。 あの、明治的一部請求で一部でも敗訴した人は残部請求できません。これは規範力には抵触しないんだよね。あくまでも明治的一部請求のあの、訴訟物は一部分に限定されるから、今回100万円に限定されるんで、残部の900万円は規範力には抵触しないけれども、実質的な前訴の蒸し返しで審議則上許さないってことになりますよね。ですから、まあ一応、規範力には抵触しないけど、 え審議則上、許されないというのが判例の立場ですから、えー、このように、残部請求をすることはえ判例上認められていません。ではい、じゃあ35番、はい、X と Y に対する賃貸借契約終了に基づく明け渡し請求で、賃料不払いによる解除を理由として、請求任用判決が確定しました。いいで、すねで、えー、この判決の効力は、えー、転借人 Z に対しては及ばない、まあ、その通り、なぜならば口頭弁論終結前から持っているのであれば及,あ及ばないですよね。 なぜならば、口頭弁論集結後の証券人とかに当たる余地がないんですよね。えー、ですから、まあ、115条1項の1号から4号どれにも当たりませんので、えー、及ばないということになります。では36番。えー、貸金返還請求訴訟で、被告である借主が、えー、反対債権を持ってたんだけど、総裁の意思表示をしないまま、口頭弁論が集結して任用されちゃいました。この時借主は、その、えー、請求意義の訴えにおいて、 総裁による債務の消滅を主張できるかという問題。で、これは問題の取材確認ね。基準時前に存在していた形成権を基準時後に行使することができるかって話でしょ。いいよね。前訴基準時前に総裁適場になっているものを基準時後に行使できるか。で、これについては前訴での提出可能性があるかどうかで判断します。そうすると、前訴での提出期待可能性があったかどうかということで、総裁の意思表示を見ると、総裁っていうのは事実上の敗訴を認めるものだよね。 ですから、敗訴覚悟で出すような最終的な攻撃防御方法ということになるのでえ、仮にこの前訴が貸金返還請求訴訟で被告が真っ向から争ってるっていう状況であれば、総裁の答弁で出しにくいんですよね。だって敗訴覚悟で出すわけですから。ということは、この貸金返還請求の損費をそもそも争っているような場合であれば、前訴で総裁の主張をすることは期待できませんから、えー、この基準時後にこの経政権行使することは、えー、特段禁止されないというのが判例でした。ですから36番、丸。 はい、37番。はい、X が Y に対して売買の詐欺取り消しを理由として、えー、売買代金額の不当利得返還を請求した。で、詐欺の事実が認められないとして、請求棄却判決が確定した。まあ、ここまでいいですね。で、その後、えー、X が Y に対して、えっ、ー、と、売買代金の不当利得返還請求を 求める訴えを提起した場合において、ご祖裁判所が任用することは規範力に反し許されない、これはしっかり時間かけて解いてほしいんですが、結論からすると、これを丸だって判断した人は結構ね、あのまあ、間違いではないんだけれどだから丸でいいんでね、えーとまあ、規範力に反して許されないということで、まあ、こちらは、えーとまあ、一応、丸になりますで。どうしてかというと、結局、理由は違えども、売買代金相当額の不当利得返還請求ですよね。 そして次も、まあ、通報虚偽表示を理由とする無効だとしても、結局、売買代金相当額の不当利得返還請求なんですよ。ということは、結局、訴訟物同一なんですよね、えー。ということです。不当利得に基づく返還請求なんですよ、要は。で、結局、それが売買契約の詐欺なのか、それとも、例えば、通報虚偽表示なか無効なのかっていうのは、あくまでも理由でしょですから、あの、規範力が作用するかどうかは、前訴と後訴の訴訟物に比べるわけですよ。 そうすると、これってのは結局、不当利得変換請求訴訟なわけだから、不当利得に,、ねえー、利得に基づく変換請求訴訟ということですから、訴訟物は不当利得変換請求権ということで、二、えー、つとも、えー、同一の、えー、訴訟物ということになります。ということは、訴訟物同一であれば、えー、この場合、えー、規範力は作用することになりますので、丸ということになります。まあ、あくまでもこの辺はね、理由なんですよね。だ理由ですから、その、 訴訟物の判断においては別に主文を見ることになりますので、そうすると、今回どちらも同一の不当利得返還請求権というね、同一の不当利得返還請求権が訴訟物ですから、まあ、訴訟物を見たときに、同一矛盾専決で作用するでしょ。だから今回、訴訟物同一じゃんってことが分かるでは次、38番。はい、X が Y に対して、えー、まあ、消費対策契約に基づいて金返せと。で、請求任用判決が確定した後、まあ、確定って言ったら規範力だね。えー、Y が、今度は被告の側。 えー、口頭弁論終結前に時効が経過していたとして消滅事項を援用し、債務不存在確認を求める訴えを提起したということは、これは訴訟物矛盾です。いや訴訟物を見比べると、消費対策契約に基づく貸金返還請求権が前層で確定後に Y が提起したのは、えー、債務の不存,在確認請求あ不存在確認訴訟ということになりますから、同一の債権に対する給付と債務不存在というのはあるかないかで矛盾です。 ですから、X の Y に対する給付訴訟と Y の X に対する債務不存在確認は、両者矛盾関係ですから、規範力は作用します。で、特に今回、そう、規範力が作用すると、口頭弁論集結前、つまり前祖基準時前の自由は主張できないよね。そうすると、自由で前祖の、前祖主分と異なる結論を導くのはダメなわけですよ。そうすると、今回はここだよね。口頭弁論集結前に時効期間が経過していたっていう話だから、 そうすると、この5素で、えー、Y が主張しているのは、前素の基準時前の自由で、前素主文と異なる結論を導きうるような主張なわけです。ということは、えー、このような主張はやっぱり許されないということになってくるんでしょう。えー、この37番、38番は、ちゃんと規範力分かってますかって問題です。規範力が作用するってことを、まずちゃんと認定してください。 これは論文でも当然重要ね。同一矛盾、先決のいずれかに当たるときですから、今回はこの2つが矛盾関係に立つので、規範力が全素規範力が作用すると。えー、作用するから、全、え、素、ー、基準時前の自由で、全、え、素、ー、主文と異なる結論を導く主張はすべて誤訴で排斥されるという遮断法が生じると。まあ、今回、まさにそれだということですね。はい、じゃあ次、39枚いきましょう。はい、X が Y に対して所有権移転登記の、えー、原因の不存在を理由として、所有権に基づき抹消訴訟。 登記、ね、末梢登記ですね、所有権移転登記の末消登記手続きを求める訴えを提起し、X 勝ちました、でその確定後に、Y が Z に対して、えー、所有権移転登記をした場合、この判決は Z にも及ぶ、はいえー、これについては少しね、えーまあ、Z にも及ぶということになりますので、結論としては、Z に及ぶでこちら、丸ということになります。はい、こちらは丸ですね ですみませんこれ、回答の方は、なんか、記号だけちょっと違ってるので、えっ、ー、と、39番ですけれども、これ、なんか、記号では、なんか、ツって書いたんですが、これ、丸です。すみません、こちら、ちょっと、丸とバツの部分が、ちょっと、一部ちょっとずれちゃってるので、ここだけはちょっと修正します。えー、39番は一応、丸です。で、理由としては、これ、口頭弁論集結後の証継人ですよね。えー、口頭弁論が集結した後にですね、えー、口頭弁論が集結した後に、えー 所有権登記をしているで今回、これ、ちなみに、あの、記述でも出てるんで確認ですが、えー、115条1項3号の口頭弁論集結後の証刑人というのは、えー、言ってみれば、的確証刑説というのが、まあ、通説判例の見解になりますから、そうすると、前祖の訴訟物は、所有権に基づく抹消登記ですから、妨害排除請求なんですよ。えー、前祖の訴訟物は、所有権に基づく妨害排除請求権としての、まあ、所有権登記の抹消登記請求ということになりますから、被告的確は、えー、登記名義人ということになります。 いいですね、所有者が原告で被告が、えー、登記名義人、そして口頭弁論終結後の証刑人と言えるためには、えー、被告的確を証刑することが必要になりますので、そうすると今回、これ、所有権登記を Z が持ってますから、そうすると、これによって被告的確の証刑はなされてます。えー、被告的確ののはなされてますので いいですかね、被告的規格の承継がなされていますので結論としては百十五条一項三号に該当しますということになりますでは次四十番いきます四十番 A と B が共有する土地について第三者 C に対して共有持ち分権の確認の訴えはこれは通常単独でできますよねこれは問題なしですなぜならば共有持ち分権の確認ということは、まあ、単独で処分できますから実態法上の管理処分権は この共有持ち分権に関してはそれぞれの持ち分権者ができますからいわゆる通常共同訴訟の累計なので、えー、単独で定義できます、はい、41番、えー、共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的が、まあ、法律上、併存しえない関係にある場合において同一審判の申し出をしたとき でこれはまず最初に確認します。同時審判申し出共同訴訟は41条にあるわけですが、これ通常共同訴訟とされますよね、えー。同時審判申し出共同訴訟っていうのは、通常共同訴訟に分類されます。ということは、通常共同訴訟に分類するということは、えー、共同訴訟には独立の原則が適用されます、えー。通常共同訴訟ですから、条文でいうと39条。39条で、 えー、共同訴訟人独立の原則が適用されますから、そうするとここにあるとおり、片方の自白が成立したときに、もう片方に影響するっていうことは、まあ、ありえないわけですよね。そんなことはないよと。えー、共同訴訟人独立の原則が適用されるので、まあ、このように判決の基礎としなければならないということはありえませんということで,41で、42番ということになります。では次、42番。えー、1つのの交通事故の被害者である X が えー、二人を共同被告として、共同不法行為に基づく、えー、損害賠償請求。これは通常共同訴訟ですよね。で、通常共同訴訟だから、このように Y1 が控訴をすれば、全体として威信して、えー、この大審判決中の Y2 に対する任用部分も確定が遮断されるなんてことはありません。これはいわゆる必要的共同訴訟ならそうだよね。 合一確定の要請が働くような必要的共同訴訟ならば、1人が控訴した場合は全体として確定が遮断されるということはありえますけれども、今回はこの共同被告として、やわゆ共同不法行為に基づくことをやってますから、これもやっぱり通常共同訴訟なんですよ。ここにもあるとおり、この共同不法行為に基づいた損害賠償請求の訴えというのは、通常共同訴訟に該当します。 えー、通常。ということは、やっぱり39条の共同訴訟に独立の原則が適用されますので、えーまあ、このように Y1 の控訴が Y2 に影響するなんてことはないわけですよね。ということで、42番、×です。では次43番 はい、一気にいきましょう、えー。参加承継においては、非承継人は相手方の承諾を得なければ、訴訟から脱退することはできない。これはそうですね。えー、で、引き受け承継においては、訴訟から脱退することができる。これもそんなことありません。訴訟承継における脱退は、相手方の承諾はいりますで。こちらはですね、条文確認しておいてください。えー、っとですね。 訴訟脱退は48条ですね。48条においては、訴訟脱退というのは相手方の承諾を得なければなりませんので、引き受け承継でも変わりません。これはね、参加承継であっても引き受け承継であっても48条の順業がありますので、こちらは順業条文も確認しておいてください。48条の順業は、参加承継の場合も引き受け承継の場合も順業あり。で、次、44番、必要的共同訴訟。<laughs> の口頭弁論期日に、一人が欠席しました。出頭した共同訴訟人が自白をしても、欠席した共同訴訟人は争うことができる。そのとおり、そもそも必要的共同訴訟だから、不利なことできません。えー、必要的共同訴訟は40条3項で、えー、全員の利益においてのみ効力を生じます。ということは <laughs>、そもそも出頭した共同訴訟人が期日において自白をしたとしても、これは、 40条の1項により無効です。えー、じつまり、必要的共同訴訟というのは、全員にとって有利なことしかできないんですよ、共同訴訟人は。ということは、その共同訴訟人の1人が自白をしたとしても、その自白はそもそも効力生じません。これは自白した本人との関係でも無効です。えー、そもそもそのような全員にとって利益のある訴訟行為以外は、 必要的共同訴訟はそのものとの関係でも無効になりますから、ということはその後の期日で争うことは問題なくできるということになりそうですね。はいじゃあ四45番、補助参加にかかる訴訟の補助参加に対する効力、いわゆる参加的効力は、主文の判断はもちろんある、主文の判断ともう1個、理由中でされた事実の認定や、選挙的権利関係の損否についての判断にも生じるんだよね、判例はね。 えつまり、参加的効力の内容っていうのは、主文プラス理由中の判断のうち、主文を導くのに必要な主要事実に対する判断、これに及ぶんだよね。だから、いわゆる補助参加の場合には、補助参加の利益における訴訟の結果という部分と、補助参加の参加的効力の内容っていうのは、主文だだから規範力とは違うんだよね。主文プラス主文を導くのに必要な主要事実に及びますから、この問題はまあ明らかに間違っている。 46番、はい。訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者。つまりこれ、独立当事者参加だよね。えー、この、いわゆる差害防止参加ってやつです。で訴訟の結果によって <coughs>、えー、権利が害されることを主張する第三者は、えー、原告の請求を棄却する判決を求める旨を述べれば、自ら請求を定立しなくても参加することができる。えー、できるわけないです。なぜならば、独立当事者参加は請求立てなきゃダメよ。だって当事者なんだから。 あくまでも独立当事者参加である以上、請求定律はマストですで。ちなみにこれ要件もしっかり47条にある通り、双方または一方を相手方としてって書いてあるからね。えー、47条1項でも双方または一方を相手方としてって言ってるわけだから、少なくとも請求の定律は必要です。というようになります。では次47番。 はい、X の Y に対する土地の賃貸借終了、まあ、賃貸借契約終了に基づいて建物宗教土地開け請求訴訟の継続中に、Z がえ Y からその建物の全部を借り受けて、えー、占有しています。で、裁判所は、Z に対して、えー、所有権に基づき建物退去土地開けを求めるとしてされた X の訴訟引給受の申し立てで、Z を訴訟引き受けさせることはできる。ということで、まあ、結論としては丸です。<laughs> えー、結論としては、これ、いわゆる典型的な引き受け承継です。えー、50条の1項ですよね <laughs>、えー。義務引き受け人です。訴訟の継続中に、再三者が義務の全部または一部を承継した場合に当たるので、えー、当事者の申し立てで訴訟を巻き込むことができます。<laughs> ごめんなさい,いわゆるあの引き受け承継ね まあ別名、引き受け承継と呼ばれるものです。<laughs> まあこのように義務引き受けをさせることは可能というかあ、まあ、義務を引き受けた人がいるわけでしょ。もともとはこれ、あれでしょあの。Y に対して建物宗教土地開き請求をやっている間に <laughs> 建物の賃着人が現れたとき、建物の賃貯人に対しても訴訟を巻き込むということが必要になる。でこの場合、義務の承継が認められるということになります。でそもそもこれ、 訴訟物としては、もともとの訴訟が、えー、これ、土地所有あい土地の明け渡しだよね、もともとの訴訟物はね。えー、つまり、この X の Y に対する訴訟の訴訟物は、土地の明け渡しなのに対して、えー、Z に対する訴訟の訴訟物は、建物の明け渡しになっているで。これでも果たして訴訟証形と言えるかだけど、えー、この訴訟証形に関しては、紛争したいたる地位の証形で足りますから、かなり広いんですよ。 だからこのように土地の明け渡し請求訴訟をやっている間に、その土地上の建物を借りた人っていうのも、結局は土地の占有権限が問題になるでしょ、究極的には。究極的にはその建物の明け渡しを求められる人っていうのは、結局そこをあの、建物の明け渡しを免れるためには、その建物所有者が土地の占有ができるってことを主張することになりますよね。つまり建物所有者の土地賃借権があるってことが争点になるわけですよ。まあ例えばこれで言うとね、<laughs> えー、例えば、Z に対して X が建物を明け渡せっていうわけでしょ ?X が Z に対して建物を明け渡せっていう訴訟を提起すれば、Z としては Y の賃借権を言うしかないんですよね。土地の。Y の土地賃借権があるから、えー、私は建物から出ていきませんっていうことを言うしかないわけです。そうすると結局、元々の訴訟である、X の Y に対する請求。X の Y に対する土地明け渡し請求では、Y は土地占有が問題になるでしょ土地の占有権限。<laughs> もう一回言いますけれども。 もともとの X の Y に対するその土地の明け渡し請求においては Y の土地の占有権限が問題になる。で、X の Z に対する建物明け渡しの方でも、建物の明け渡しが求められているけれども、Z としては Y が土地の占有権限があるから、自分は建物を使えるんだっていう主張をするしかないじゃん。そうすると、Z に対する建物明け渡し請求の中の争点も、結局 Y の占有権限、土地の占有権限なんですよ。 ということは、元々の訴訟でも、Z に対する建物明け渡し請求訴訟でも、いずれも主要争点は Y に土地の占有権限があるかどうかってことに尽きる。とすると、これは紛争したいたる地位の承継があったと見れるわけです。なので、これはできるっていう。まあ、一応そこまでやるのが一応この問題の回答筋なんだけど、まあ論文とかではこういう問題普通に結構ね、出てくるところなので、あの、確認ましておてください。一応、 ちょっとこの時間なぜならば。 たいあ,あの、紛争したいたる地位の承継ってこういう場合でしょ主要争点共通で訴訟資料が共通していることと、えー、社会生活上、もしくは社会、あ社会通念上と書いてあるけど社会生活上一連一体のものとして見れるかどうか。っていうところで決まりますよね。えーまあ紛争したいたる地位の承継と言えるためには、主要争点が共通で訴訟資料が共通していること、プラス、 えー、その両紛争が、まあ、派生、発展といったように、一連の紛争と評価できることっていうのが、紛争したいたる地位の承継の根拠になりますから、そうすると今回の X の Y に対する土地明け渡し、えー、X の Z に対する建物明け渡し、えー、このいずれも Y の土地の占有権限が争点であることに加えて、えー、結局はこの一連の明け渡し請求というふうな連続性が見て取れますから、えー、紛争したいたる地位の承継があるから、えー、この訴訟引き受けができるということになります。 はい、あと3問パッと言いましょう、はいえー、貸金300万円の返還請求を全部任用しています。で、被告が100万円の部分のみを、えー、不服として控訴した場合、そのような部分は大審判決が確定するなわけないです。えー、これはあの控訴不可分の原則といって、えー、実際、まああの、一部について不服を申し立てとしても、その訴訟物全部についていくとされています。したがって100万円 の部分だけが不服だとしても全部上に上がるというようになります。これは控訴不可分の原則と呼ばれています。はい、49番。はい、一部請求の明示した訴えで全部勝訴した原則ここがいます。つまり相当、そうすると訴訟物においては、明示的一部請求で全部勝訴した人が、被告から控訴された場合、付帯控訴で請求拡張できるか。で結論としては、付帯控訴っていうのは、 高素ではなくて特殊な攻撃防御方法とされています。したがって、付帯高素っていうのは高素とは異なっていて、特殊な攻撃防御方法であるから、このように全部勝訴した人が請求拡張することを認めてます。いいですね。えー、非高素説って呼ばれてるやつです。いわゆるね。えー、この付帯高素っていうのは高素とは異なるものだから、請求の拡張は認められるということになります。で、ラスト50番。はい。請求の客観的予備的併合がされている場合において、 主意的請求が棄却、予備的請求が任用されているという、まあこういう、あ、ごめんなさい。えー、主意的請求が棄却、予備的請求が任用されていると。で、これに対して被告が控訴したと。で、被告が控訴して原告はどっちもしていない。まあここはちゃんと見ていきましょう。そうすると、控訴裁判所は、まずね、<laughs> 予備的請求は、 判断できるけれども、主意的請求は、これ、原告の控訴がないから判断できませんよね。だって、利益変更、不利益変更禁止の原則からすると、こちらの部分については、ということは裁判所は判断できません。 えー、なぜならば、これ勝手にいじっちゃうと、原告にとって利益変更になっちゃうんですよ。控訴していない原告が、要するにこれ、を棄却を例えば任用に変えるってことを、もしやっちゃうとね、えー、例えば第一審判決で棄却になってるよね、ここね、第一審判決で棄却されてる部分を、えー、控訴審がここを任用にしてしまうと、原告が控訴してないのに、原告にとって有利な変更しちゃうという、いわゆる利益変更禁止の原則に引っかかっちゃいますから、こっち変更できないんですよ。 でそれに対して、予備的請求は被告の控訴があるから、被告が控訴しているから、ここは丸から×に変えても構いません。<laughs> ということですね、しても OK ということになります。 ということで、50番、結論としては50番丸ということになります。そうするとですね、すいません、えっ、ー、と、まあ、丸と×について、ちょっと回答冊子の方で、ちょっと2箇所だけ修正が必要になってますので、えー、そこだけ、えー、もう一度確認しておいてください。えっ、ー、と、20番ですね、20番の、えー、この部分です。えー、20番は×です。えー、20番が、まあ、回答の本文は合ってるんですけど、この丸×が形式的にちょっとずれちゃってますので、こちらはあの修正すると20番が×になってます。えー、それから、 え最後の方にあった30、えー、39番が丸になってますので、えー、この点だけちょっと、お手数ですけれども、修正かけておいてください。で、まあ一応、50問ありましたので、まず50問のまあ丸×を判定していただいて、まあ、一応、これはどちらも含めてね、あのその入門終わった段階の方も、ね、来年に向けても、なんか仕上げにかかっている方も、とりあえずは40問目標、えー、です。で,、まあ、できれば まあ直前期になったら、これは50問当てないともう、しゃれにならんと。まあ、いう問題になりますので、根拠も含めて確認しておきましょう。では、それでは最後ね、ささっとになりますけれども、簡易期日のポイントになるところを書き分けお示ししましょう。えっ、ー、と、回答の方を移していきますので、えー、問題差しと合わせて見てといてください。えっ、ー、と、まず、さっといきましょうかね。えー、まずは、えっ、ー、と、一問、1問目。 はい。民法上の組合の訴訟を追加できる方法3つ。この3つは書けないとダメよって形です。組合構成員全員が当事者となる場合が1つ。で、これはなぜかっていうと、組合っていうのは、えー、これは合有財産になりますから、固有必要的共同訴訟になるので、えー、結局全員が参加しなきゃいけないってことを書けばいいです。えー、まず1つ目は、これは、組合は合有財産ですから、性質上固有必要的共同訴訟なので、組合構成員全員が当事者になること。で、あともう1つ。えー、29条の社団財団には組合入りますよね、判例上ね。 えー、判例上29条の社罪財団に組合は含まれますから、えー、そうすると29条によって組合自身が当事者になることができます。いいですね、でそして最後に、えー、組合自身の代表者とか業務執行代表者が任意的訴訟担当として当事者的確を持って訴訟追行すること、まあ、これができますよね、えーまあ、少なくともこの3つですね。<laughs> えーまあ、いずれの方法も認めているものになりますから、固、え、有、ー、必要的共同訴訟であることを前提に、組合員全員が当事者となるか、または29条の社団財団に当たることを前提に、組合自身が当事者となるか、もしくは組合員、例えば10人組合員がいるんだったら、その10人の組合員の中の1人に訴訟をお願いするという認定訴訟担当、まあ、つまりこれは認定訴訟担当の必要性があって、 300代言の恐れがないような場合には、判例上、任意的訴訟担当を認めてますから、そうすると、例えば、たくさんの組合員がいて、その中で、詳しい業務執行組合員みたいな人がいるならば、その人に訴訟をね、えー、全員でやるぐらいだったらね、その人に訴訟を任せる当事者として、えー、いわゆる任意的訴訟担当として、その下にみんなのために当事者となってもらう必要性もあるし、その人組合員なんだから負けないために頑張りますよ。ということはいわゆる300代言といった恐れも生じません。 ということから、この任意的訴訟担当として、えー、組合の代表者が当事者となるという3つの可能性があるということ。そこを整理しておけばいいと思います。結構ここね、混乱しちゃう人多いので、もう一度忘れてる人はやっといて。で、当事者的確と当事者能力の違い。えー、これはもう外したら終わりね。当事者能力は一般的資格です。 で当社的確は、訴訟物との関係で決まる原告的確や被告的確ということになります。まあ、あくまでも、要するに、そ社者能力はよく私が言うのはあの、犬とか猫が原告になれないのは、当社能力がないからなわけですよね。まあ、つまり、そういう民事訴訟の一般的資格としての当社能力と、その特定の訴訟物との関係ですよね。特定の訴訟物との関係で原告被告になれる資格があるかっていうのが、当社的確の問題です。 では 3, 番えー、3番は、えー、この係争部分の上限が明示されてないやつ、まあ、いわゆる何百万円のうち、いくら支払いのうち、何百万円のうちっていうのがない、そういう債務不存在確認があるときには、請求特定がなされてないんじゃないかっていう問題があると。で、このとき、請求の特定が認められるのはどういう場合かですが、まあ、理由としてはここですよね、請求原因と一見記録の新尺で、えー、請求の趣旨を、まさに、請求の特定の趣旨を満たす場合です。 ですから請求の趣旨だけでは上限額が分からなくても請求原因事実であったりとかその添付書類である一見記録を全部見ることによって債務の上限額というものが裁判所は当事者から見て取れるんだったら請求の趣旨のあごめん請求の特定の趣旨に反しませんえ請求の特定の趣旨はこの下にあるけど理由はこれでしょ請求の特定の趣旨は裁判所に対する審判対象の明示被告に対する防御範囲の明示ってことになりますからそうすると まあこの審判対象の明示とか防御範囲の明示というね、まあ、裁判所と被告に対するこの請求の特定の機能を鑑みると、請求の原因であったりとか、一見記録を見て、その趣旨に反しないような状況であれば OK ということが書ければいいです。4番。四、えー、番は、これ忘れてなければいいよって問題ですが、本訴と反訴が継続中に、本訴被告が反訴請求再権を自動再権として、 本祖請求債権を受動債権として総裁の公弁を主張することができるか。まあ、これは、あの、ざっくりした書き方をすると、まあ、X がこういう形で Y に対して、これさっと言いきます。アルファで本祖請求。で、えー、こういう形で、えー、ベータで、ちょっとこっちに下の方ちょっとくっついちゃいますが、反祖請求してると。まあ、こういう状況です。えっ、ー、と、X が Y に対して、まあ、本祖請求。で、えー、Y が X に対して、ちょっと見づらくてごめんなさいね。 えー、y が X に対して、反訴請求していると。で、このような状況下で、えー、この Y がこれをベータとする総裁の答弁を出していいかということですね。えー、この本訴の中でね。 まあこういう問題ですね。えー、X のアルファに対する本創、えー、Y の X に対する反層っていう形でこう、アルファベータがなってる、本層反層になっているときに、えー、Y が X に対して、このアルファ債権の、えー、総裁としてベータ債権使えるか。で、これはできるんですよね。どうしてかっていうと、これはしっかりあのロ,ロジック確認して、あのこのような総裁の答弁を出したことによって、この反層は予備的反層になるんだよね。 えー、つまり、総裁の抗弁について判断がなされたら、反訴請求はしませんという趣旨の予備的反訴に変更されるから、いわゆる矛盾判決の恐それは生じないんですよ。まあ、これは当事者の合理的でしよね、まあ。つまり、このような反訴っていうのは、反訴請求債権について本訴において、総裁の自動債権について規範力判断がなされた場合には、その請求については、反訴請求しない趣旨の予備的反訴に変更されることになる。 ため二重基礎の問題にはならないよっていうのが判例の立場です。だから要は、この事例で言うとね、総裁の公弁について判断がなされれば、反訴請求はしませんと。でもし、総裁の公弁についての判断がなされなかったら、反訴請求をしますというように、この総裁の公弁を Y が提出することによって、この既になされているベータの反訴っていうのは、予備的反訴に変更される。したがって、総裁の公弁の判断がなされなければ、 総裁の公弁の判断がなされなければ、反訴判断をするし、総裁の公弁の判断がなされれば、反訴は請求しないと備的予備的反訴になりますから、このベータの総裁の公弁の判断がなされれば、この反訴に対する判断はなされないことになりますから、どちらかしか判断されないということになるので、矛盾判決が出る恐れはないんだと。まあ、つまりこのように、難しいところですけれども、この本訴において、 この反訴請求債権を使った総裁の抗弁が出されることによって、す、え、で、ー、になされた反訴が、えー、特段の意思表示なき限りは予備的案件に変更されることになるという、ここの理屈をちゃんとかけていれば OK です。 はい。じゃあ、5番で。5番は、これはね、あの、継続的不法行為での請求的確ですから、ちゃんと3つ言えればいいです、えー。請求権の基礎となるべき事実関係、法律関係が既に存在し、継続が予想されること。そして、請求権の損否内容につき、債務者に有利な変動が明確に予想し得ること。請求意義の訴えによって、当該変動の発生を証明してのみ執行阻止し得る負担を債務者に課しても格別不当とは言えないことの3つです。これは言えないと、もうアウトというやつになりますから、えー、問題の取材と合わせて確認。 で6番、はい、対象選択の適否の定義も、もうこれはさっと言えなきゃだめです、えー。現に争われている事故の現在の権利、法律関係の積極的確認訴訟どうです。言えれば OK。で次に7番、えー、7番は穴埋めですがあの、過去の権利、法律関係についても、遺産確認の訴え,に訴えをの利益を認めたロジックは、現在の権利関係に引き直せるからだよね。つまり、えー、遺産確認の訴えは現在の共有関係といったような、現在の権利、法律関係に引き直せるから。でそして 遺言者死亡後の遺言無効確認の場合は、これは過去の権利関係であることは仕方ないんですよ。過去の権利関係ではあるけれども、現在の抜本的解決になるってことが書いてあるつまり遺産確認の訴えは現在の権利法律関係に引き直せる。で、そして遺言者死亡後の遺言無効確認は、現在の紛争の直接かつ抜本的な解決をもたらすことができるというね、えー、その違いをちゃんと2つのアプローチがあってるけどね。 それ一見すると過去の権利法律関係に確認の訴えの利益をも認めるアプローチっていうのが現在に引き直せる場合っていうアプローチとー過去であることは間違いないんだけどそれを解決すると現在の紛争が抜本解決するっていうね。 アプローチ。二つがあったということです。で、ちなみに八番はこれ省略です。えー、先ほど触れました遺産確認の訴えの手段選択については、共有持ち分確認の訴えが提起できて、で、なんで、結局なんでじゃあ遺産確認の訴えは手段選択を認めるかっていうと、主文に遺産が入っているって書いてあるわけです。主文に遺産が現れることによって、遺産問題が抜本解決するよっていうことですね。で、次に九番、はい。一部任用判決については、原告の合理的意思と被告の不意致防止になっているっことが書いてあるまるでいいです。 あとはちょっと細かいですけれども、裁判所の一回的解決っていうようなことも書いてあると、まあよりいいかな。原告にとって合理的人相。被告にとって不一にならない。で、裁判所にとっても一回解決になると。訴訟経済でのようね。 つまり、原告の合理的意思、被告の不意打ち防止、訴訟経済というあたりがまあポイントになりますが、あの一応、丸か八かという判断で言うと、この原告被告の方が書いてあれば、まるで結構です。これはね、あの一番中核的なこの2つです。まあ、もちろん、訴訟経済の観点でも、ねえー、考慮されますけれども、まあ、中核的なものとしては、原告の合理的意思、被告の不意打ちです。はい、10番。はい、明示的一部請求訴訟として処理するんだよね。あの、いわゆる行為症損害。えー、言ってみればね、あの不法行為で、 えーまあ、交通事故において不法行為に基づく損害賠償請求して、基準事故に予想しないような後遺症が発生した場合は、目次的な明治的一部請求論として処理するということになりますから、一応そのことが書いてあれば OK です。一応大丈夫ですかね。明治一部請求後の残部請求の問題として認めれますが、明治はいらないというね、目次的な明治的一部請求ということが書いてあればいいです。 で一応、理由としては、ま丸一丸に書いてあるとおりですよね、後、えー、発損害というのがやっぱり前訴における主張率証が不可能であるということから、まあ、これは当事者の合理的意思だよね、当事者の合理的意思から前訴では、予想外の、えー、後遺症は含まないと、と、まあ、いうふうに現あの当然、その交通事故においては予想外の,その後発損害については含まないというのが、 まあ当事者の合理的死だろうという点と、まあ、被害者救済の検知あたりのことになります。で次に11番請求の基礎の同一性は、えー、ちゃんと定義入れるように主要争点共通で訴訟資料が流用できる関係そして社会生活上同一または一連の紛争に関するものであることが必要になります。でそして、えー、もう1つ、丸2が、えー、書かれてますけれども。 あごめんなさい。もう一つ、えー。当該要件が必要とされないのは、まあ、この三つですかね。相手が同意した場合、応訴した場合、相手方の言ったことがきっかけとなった場合。まあ、これはちゃんと言いたいところですね。相手方が同意して、または応訴した場合や、相手方の陳述した事実が審議請求の原因とする場合には、この請求の基礎の同一性要件はいりません。なぜならば、理由も合わせてですから、請求の基礎の同一性っていうのは、あくまでも被告保護の要件ですからね。 いいですね請求の基礎の同一性の要件は、被告保護の要件ですから、相手方がいいって言った場合や、相手方の陳述がきっかけとなった場合には、別にその被告保護の要請、働かないんですよ。ですから、相手方が同意したり、応訴したといったように、被告側がまあ OK した場合や、被告が言ったことをきっかけに、請求が変更になるという場合であれば、それは被告保護の要請っていうのは働かないよね。ということになりますので、そういう場合には、この請求の基礎の同一性の要件は不要ということになります。 はい、じゃあ、それでは12番、えー、いきましょう。弁論主義の内容3つ、これはもう書いてある通りですので、もし言えなかったら大ピンチっていう問題なので、えー、弁論主義3つの内容を必ず確認しておいてください。はい、13番、こちらも有名どころですね、えー、積極的釈明っていうのは原則違法ですよね、えー。法律構成をね、当事者が言ってない法律構成を示唆して、それでなんか積極釈明するってなると、やっぱり当事者の公平の観点からダメなんだけど、判例上認めてるのは、これだよね。 どっちかから別個の法律構成が主張されれば結論が変わって紛争が抜本解決できるにもかかわらずそいつが不注意で言ってない時です。これ判例の言っていることを、まあ、すごくざっくり言うとそういう感じで、まあ、別個の法律構成に基づく事実関係が一方当者から主張されれば訴訟の奇数が変わり抜本解決が期待できるにもかかわらずまずここまでが一つの要素ね。 まあ言ってみれば別な法律構成がね、どっちかから言われることによって、訴訟の結果が変わって抜本解決ができるのに、そのような状況にもかかわらず、その人が言わないでそれが誤解不注意に基づくというような場合ということになりますので、13番もこれはしっかりと言えてくださいという、そういう問題になってくると思います。認められる、これ丸ついてるけど、認められるような場合ですので、ちょっとこれはね、認められるような場合ということになります。 では次に14番いきましょう。14番については、はいえー、自白の定義と自白の効果なので、もう書いてある通り、えー、もう自白の定義については、これ、一語一句レベルですよね、えー。口頭弁論、弁論準備期日における相手方が主張する事故に不利益な事実を争わない当事者の弁論として陳述。これはちゃんと定義の意味も、ね、含めて復習しておいてね。で、効果は、裁判所に対する拘束力、不要証拠、不可適解項。この3つをちゃんと漏れなく言っておけばいいです。はい、じゃあ15番。 えーまあ、14番あたりもこれは絶対に外しちゃいけない問題です。では15番ですけれども、15番は、はいえー、訴訟開始前や訴訟外での訴訟行為の、えー、話ですよね。まあ、言ってみれば、15番については、司法行為の適用ができるのはどういうときかで、原則として司法行為の適用はないからね、まずね、あの大前提として。 あくまでも、司法行為と訴訟行為というのは別物と考えられているから、例えば、意思表示の可視に関する規定とか、表権代理の規定は原則として、訴訟行為には適用されないんですよ。で、ただ、例外的に規定、あの、OK なのは、あの、訴訟開始前とか、訴訟外の訴訟行為と、訴訟を終わらせる訴訟行為。これについては、あの、意思表示の規定の類推適用を認めるべきのが通説です。ですので、まあ、一応、通説的見解で回答を出しました。で、私もなんかあの、 え入門講義の中でこの見解を紹介してますので、一応これにしてますけれども、基本的に意思表示の規定については、累積適用が例外的に認められる場合があると。だから原則認めないんだよ。原則は、その意思表示の規定とか、表拳代理の規定とか、そういった、まあ、いわゆる司法規定というものは、訴訟行為っていうのは、やっぱり訴訟手続きの安定みたいなのが要請されるから、まあ、取引安全という要請は働かないんですよ。取引安全という要請が働かず、むしろ、あとは当事者の意思のね、保護とかね。 取引の安全とか当事者の意思の保護とか、そういう要請よりも、より訴訟手続きの安定性とか確立性が要求されるから、司法規定っていうのは原則として訴訟行為には適用されない、だから、表権法理の適用は一切認めてないんですよ、あれはね。だけれども、例外的に意思表示の規定については、結局は訴訟開始前とか訴訟外であれば、訴訟手続きとは関係ないでしょ。であともう一つは、訴訟を終わらせる行為については、一番最後の行為だから、その後の訴訟行為に影響ないんですよね。 つまり一番最後の訴訟行為が意思表示の、まあ、歌詞とかで取り消されても、その後に積み重なる訴訟行為がないから、一番最後のものを取り消す分には影響がないと。 ということから、訴えの取り下げとか、放棄認諾とか和解といったような、えー、この訴訟手続きを終了させる法律行為に関しては、例外的に意思表示の規定の類似できを認めるということになりますので、まあ、この規定の考え方が見えてれば OK ということになります。はいでは16番、えー、明文規定を書く訴訟契約、まあ、不起訴の合意とか、訴え取り下げの合意とか、他にも今日ね、えー、証拠制限契約などありましたが、どういう場合に認められるか、はい、3つの要件、えー、裁判所を邪魔しないこと、処分権主義、弁論主義の範囲内であること、 契約当事者の不利益が明確に予測できること。この三つが一般的な要件とされていますよね。ですから、ここもちゃんと言えてほしいものの一つですね。えーまあ、言ってみればあの、ちゃんと書くと丸一っていうのは、訴訟手続きの安定、強行法規制、訴訟手続きの確明確的、確実的処理の要請に反せずって書いてあるけど、すごいざっくり言えば、裁判所の訴訟手続きを害さないこと。そして、えー、当事者が契約を結ぶわけだから、処分権主義や弁論主義といったような当事者の権能に属すること。 そして最後に、えー、やっぱり契約内容が当事者にとって予告できること、この3つが一般的要件とされています。はいじゃあ17番、二、はい、段の推定については一応答え書いておきましたので、忘れている方は確実に言えるようにしてください。1段目っていうのは、押印が出されていると、えー。私文書に陰影が現れていれば、その陰影で、意思に基づく押印であることが事実上推定されて、 医師に基づく応印であるということは228条の法定証拠法則によって文書全体が申請に成立したものとされるんだよね。で、これがいわゆる二段の推定ということになります。だから結果として、私文書に押された陰影が名義人の印象と一致すれば二段の推定を経て文書全体の成立の申請が推定されるというのが二段の推定。で、二段の推定の一段目の反証は印鑑盗まれたが典型ね。いいよね。陰影は押されてるけれども私が押してないって話だから。 インは押されてるけど私が押してないだから、大体いい印鑑が盗まれたとか、あの無理やり脅迫で押さされたとか、そういうのが典型的な反証。で、二段目については、私は押したけれどもその文章は作ってないってケースでしょ。私は犯行を押したけれどもその文章は私は作ってないっていうのが二段目の推定に対する反証ですから、通常改ざんですよね。押した後に白紙に押したら改ざんされたみたいな。まあそういうものが典型ですので、ここはちゃんと実務基礎上も重要なので確認しておいてください。では、十八番。 今度は、X が Y に対して、所有権に基づく建物明け渡し、請求任用判決が確定して、同一の建物について所有権確認訴訟を提起した。で、これはさっき担当でやった話、同一矛盾煎決どれにも当たらないんですよ。つまり、前祖が所有権に基づく建物明け渡し請求ですよね。建物明け渡し請求権であるわけですよね。で、誤訴の訴訟物は所有権です。ということは、同一矛盾煎決どれにも当たらないから、 誤訴に規範力は作用しないんです。前訴の訴訟物の規範力は、前訴の訴訟物は繰り返すけれども、所有権に基づく物件的返還請求権なんですよ。いいよね。所有権に基づく物件的返還請求権が訴訟物で、誤訴の訴訟物は所有権なんで、そうすると前訴と誤訴は同一でも矛盾でも先決でもないから、前訴の訴訟物の、えー、前訴の規範力は誤訴に作用しないから、誤訴では何言っても構わないんです。原則したら、規範力には定触しないんです。 ただし、審議則上、実質的な蒸し返しでしょっていう話です。実、え、質、ー、的な蒸し返しとして審議則上、許されないってことになる。だから、ここにある通り、えー、前訴訴訟物は誤訴の訴訟物との関係で、えー、同一矛盾先決いずれにも当たらないわけですよ。この前訴と誤訴の訴訟物は、同一矛盾先決どれにも当たらないので、規範力は誤訴に作用せず、規範力の矛盾の問題とか定食の問題は生じないけど、まあ、けしっかりここはちゃんと言ってほしいね。えー 規範力の矛盾定職にはならないけど、五層は実質的に前層の蒸し返しでしょと。だから審議則に照らして認められないと、まあ、いうことを説明できていれば OK ということになります。では、19番いきます。19番、適格小経節の名前を書けばいいですね。適格小経節っていうのは、訴訟物につき当社適格を伝来的に主導したものと。で、2番の問題、これちゃんとできてほしかった問題で、適格小経節と紛争したいたる地位の小経節で結論が異なるのは、再建的政権のときです。 例えば、明け渡し請求が、賃貸借契約が終わったから目的物返せっていうね、そういう再建的請求の時に建物明け渡し請求訴訟をやっていて、で、この時に負けた被告が目的物を第三者に譲として引き渡しをした場合には、適格証形設からすればこれはダメです。なぜならば、原告は賃貸人、被告は賃借人ですから、 いわゆる物件的請求ならば、さっきもちょっと出てきたけれども、要するにさ、物件的請求ならば、占有者とか、登記名義人が被告的確になるから、それを要するに引き渡しとか登記移転を起こせば、的確承継するんだけど、この賃貸借契約終了に伴った目的物返還請求としての明け渡し請求訴訟というのは、あくまでもこれは再建的請求ですから、そうすると、被告的確は賃借人ということになるので、 適、えー、的確証刑説に立つと、この負けた原告が、負けた被告が、目的物を第三次上等で引き渡しを完了しても、侵略に至る地位の証刑はないから、的確証刑説からすれば、115条1項3項には当たらない。けれども、紛争した至たる地位の証刑であれば、 主要争点共通かつ、なんかその、一連一体の紛争と見れるようなものについては全部紛争したいたり地位の承継認めるから、再建的請求であったとしても、紛争したいたり地位の承継の場合にはもっと広くなるので、このようなものでも、115条1個3個に入り得るってことです。まあ、そのことが自分の言葉で説明できていれば OK という問題でした。 ではあと6問、訴訟上の和解の無効取り消し原因がある場合の争い方は、まあ、これは前回やりあ、さっき担当でもやりました、期日指定の申し立てと、和解無効確認の申し立てなどの別あ、和解無効確認の訴えなどの別訴定期、まあ、いわゆる期日指定の申し立てか、別訴提起、これ、どちらもできますというのが判例でしたね。 はい、それでは21番、こちらも省略です、さすがに復習していてねってやつです、えー、通常共同訴訟と固有必要的共同訴訟の違いは、原則実態法上の管理処分権が単独で帰属するか、全員に帰属するかで、そこに訴訟上の神、観点、えー、言ってみれば紛争の統一的解決とか、全、え、員、ー、に対して手続き保障を与える必要があるかといったような、そういう訴訟上の観点みたいなものを加味して考えるということになります。でそれら21番は、まあそ、そんなことが書いてればいいです。 あの少なくともベースとなるのは実態法上の管理処分権になりますから管理処分権が単独に帰属しているのか不可分に全員に帰属しているのかをベースで決めるんだけれどもそこに合わせて実態法的観点に加えて、えー、紛争解決の実効性とか手続き補といった訴訟法上の観点みたいなものを足していきましょうと、まあ、いうところですよね、えー、を説明できていればいいです。で次に22番、えー、こういう必要的共同同訴訟で非同調者がいるるときどうするか 被告に加えちゃえばいいってやつね。被告に加えてしまって全員を関与させれば OK ということになります。はい。じゃあ23番。23番も法律上並存し得ない関係っていうのは、もう実体法上両立しない関係、または実体法上の択一関係とされてました。で、この具体例2つ書いてねって問題だったんですが、民法では大体この2つです。有権代理の履行請求と無権代理人の責任追及。これはもう代理権はあるかないかしかないので、 えこの実体法上両立し得ない関係っていうね、この41条における実体法上の卓一関係っていうのは、民法で言うと、有権代理を前提とする履行請求と、無権代理人に対する責任追及っていうのは、もう代理権のあるなしなんで、法律上、併存し得ない。あともう一つは、土地工作物責任で、占有者に対して責任追及。で占有者が明責されたら所有者に責任追及。これ、どっちかは必ず成り立ちますよね。つまり、 ちなみにこの実体法上の卓越関係ってどういう場合かっていうと、もう A じゃなければ B、B じゃなければ A って関係。どちらかしかあり得ないって関係です。だから A または B または他っていう場合はそれに当たらないわけね。これはあの予備試験の論文でも問われてますね。A または B しかないケースっていうのが実体の調別関係。だからまあ A か B か C かみたいな第三の可能性があるものはこれに当たりません。ですから A じゃなければ B。 B じゃなければ A っていう関係になるものが、この実体法上両立ない関係。そうすると、無権代理じゃなければ有権代理。有権代理じゃなければ無権代理。っていう関係と、あとはもう一つは、土地工作物責任で、占有者の責任が否定されれば必ず所有者になるんですよね。それ以外ないんですよ。で、こういうような場合に限られてくるってことが言えればいいで。そして最後、24番穴埋めです。任意的当社変更については、 あの訴訟証券とが書いてあるんです訴訟承継とは異なって、新当事者と旧当事者は、訴訟上の地位の証券の関係にありませんので、訴訟資料の流用は、えー、原則として認められない、けれども例外的に訴訟資料の流用が認められるのは、まあ、いいよって言ったときだよね、問題文にある通り、追認した場合とか、いいよって言った場合、それからもう一つはこれね、旧当事者の訴訟追行が新当事者の訴訟追行と同時できるような場合。 なんていうのが説明されます。まあ、ここは具体的な適用場面も含めて、えー、ちょっとインプットをもう一回確認しておいてください。で、最後、ね、25番ですけれども、えー、X の Y に対する貸金返還請求訴訟で、総裁の抗弁が認められて、えー、全部棄却を取った、つまり全部勝訴した被告が控訴できるか、原則できないはずなんですよ。なぜならば、形式的不服説に立つと、形式的不服説に立つと、全部棄却判決をもらった被告は完全勝訴だから、全面勝訴した人は基本、 控訴でできないんですよだけど、総裁の答弁が認められて勝ったってことは、実質敗訴なんですよ。ということは、えー、形式的不服説の例外として、請求あの、総裁の答弁が認められて棄却を取った被告っていうのは、実質敗訴だってことが書いてあればいいわけですよね。えー、このように、えー、実質的な被告にとって、えー、敗訴判決と評価できるから、形式的不服説の例外として、えー、控訴の利益が認められるということが説明できていれば OK いです。 でこれはもう正直あの、どのぐらい細かく書くのかってことになるけれども、ざっくりまず説明できることが出発点になるので、あの全くあさっての方向に行っちゃったものについては、まあ、とりあえずもう一もう回しっかり頭に入れておくと。 でである程度ざ、である程度採点基準とか特にないけど、ある程度ざっくりとしたことが方向性外さずに言えているってことであれば、とりあえず、まあ、一応、は罰にはならないっていう感覚でいいです。でただあの、実際に本番で書くときには正確な知識っていうのが必要になるので、そこのところはざっくりとした理解にとどまっているところは、えー、完全にブラッシュアップできるようなところまで、あの使いこなせるようなところまであ徹底的に反復する必要があると思います。で一応ね、ね丸か罰かっていう判定で言うとあの、入門が終わった段階の初学者 1>, いうかね、その1回インプットが終わってこれから論文対策に向かうっていうね、えー、入門講座が終わった段階ぐらいであれば方向性が外れてなかったら丸ぐらいの感覚でいいです。もうなんとなく言ってることがそんなずれなかったので丸でいいです。で,でもう来年合格目標になられてる方はそれを論文で自分が書いたときに納得できるかどうかっていうレベルになるので、えー、例えば理由付けがちょっとおかしいとかもしくはちょっと言い回しが。 えー、ある程度曖昧になってるっていうのがあったら結構シビアになんかもう×にするか1、まあ、点引くとかね、えー、そういう形でまあ採点つけてあげるといいと思いますで基本的にはなんか部分点っていう概念はあまり設けてなくて一応2点かける25問だけど丸か×かで、えー、まあ入門終わった段階の人はざっくり合ってれば丸だけど丸だけどまあ気持ちちゃんと復習するっていう感じで、えー、まあある程度も来年合格目標の方は厳しい目で見て、えー、もうちょっと自分の中でこれじゃあちょっとな,なんかちゃんとできてないなと思ったら厳しめに×つけてでまあ なんか場合によっては、なんかあの、ちょっと厳しめにつけるっていう形で点数つけてみるといいかと思います。あの正直、のこの25問については、回答で載ってるものっていうのが、ほぼほぼ必要な要素で、まあ、あの載せてますので、復習する際にも、まあ、 特に私の入門講座とか受けられている方は、チェックシートのところに載っていることが結構中心だと思うのでえ、チェックシートの該当箇所とか抗議メモの該当箇所をチェックして、ここ、ま、忘れてたなみたいなところね、しっかり確認しておいてください。では、えー、それでは今日の解説は以上といたします。で、次回ですけれども、次回は刑法ということになりますので、まあ、今度はまた1ヶ月後ぐらいに刑法をやりますが、範囲結構広いですね、えー、総論、格論を合わせて全体から、えー、格あの刑法の問題もやっていきますので、まあ、それまでしっかりと復習をかけておいてください。 では、それでは、えー、今日の一斉テストの解説の講義は以上といたします。それではお疲れ様でした。